こんにちは、ひかりです。今回もお外で遊んでいきたいと思います。駿河屋のね、福袋に入っていたレジャーシートをね、使う時が来ました。ハーゲンダッツの早くも来ましたね。なかなかいい色ですね、緑で。背景のね、植物たちと合ってます。さあ、今回はプラレールです。プラレールとね、怪獣装備とかとね、一緒に遊んでいきたいと思います。いいね。まあこれでね、楕円を作ってます。僕が持ってるやつだとね、楕円しかできなかったんだよね。完成。さあ、こっからここにね、プラレールを走らせていきたいと思います。最近僕がね、使ってるプラレールがね、これしかなくて、この新幹線、名前はね、ちょっと調べてないんだけど、この新幹線がなかなか、まあ普通に遊べるんで、この子を走らせて遊ぶことが多いですね。本当はもっといっぱいプラレールのね、線路とかね、線路というかレールとか車両とかいっぱい買って大きいね、レイアウト作りたいんだけど、まだプラレールはそんなに買ってないんですよね。これからもしかしたら動画のね、ために買っていく可能性は高いです。さあ、走ってますな、走ってます。ね、遅い方とあと速い方のね、モード切り替えができるんですけど、今は遅い方ですかね。お、いい感じ、いい感じ。朝早いですからね、まだ何時だろう、6時前とかだったかな、全然5時半とかの朝日を浴びながらですね。お、スピードをアップさせました。走ってる、走ってる、いいね。これをね、ずっと眺めるだけの動画でもね、すごいね、素敵だとは思うんですけど、今回はね、他のおもちゃとかもね、加えて遊びたいと思いますね。そこね、切り替えちゃうとね、線路がないとこに行っちゃうんでね、線路がないとこにね、この新幹線が行っちゃう動画はね、サブチャンネルでアップしております。はい、ピカリンっていうチャンネルでね、やっております。さあ、そしてこれね、ファストレーンの、おもちゃですね。まあ一部なんだけどね、そのね、ファストレーン安いんですよ。500円ぐらいでね、一つのね、なんか建物を買えるっていうね、おもちゃの街の。で、忘れずにね、この何なんだろうね。まあガソリン入れる人なのかな、これが。で、水族館のなんかペンギンが乗ってる車、これね、食玩のやつなんですよ。食玩の本物とみたいですね。プー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 。で、こっからイン、あ、外れた。インで、ここにタイヤがはまるんで、ちょうどいい感じになって、そしてこれをね、左から右にずらして給油完了、メンテナンスも完了。あー、脱線した。そして出発。あー、いいですね。あー、楽しいな。何回でも遊べるっていうね、楽しい。さあ、怪獣たちも持ってきましたよ。この子たちはね、外遊び用なんですけど、まあ、今日は別に汚れたりはしないから、外遊び用の子たちじゃなくてもよかったんだけど、まあ、外遊び用の子ね、が近くにあったんで、この子たちで遊びたいと思います。まあ、洗ってあるんだけどね、実際。結構綺麗なんですよ。下手したらね、室内用のやつよりも綺麗かもしれない。埃がない分。うん、だからこの子たちがね、外遊びで結構動画に出てる、来てるかなと思いますね。いいね。やっぱこのプラレールが走ってるってだけでさ、この映像的にいいね。これ何、アリブンタだっけ。全然この子たち名前あんま覚えてない子が多くて、なぜかっていうと、本編中動いてるのを見たことない子たちばっかなんですよね。だから、お気に入りソフビではない子たちが多い。まあお気に入りのもあるんだけど、パワードジャミラとかね。これとかも、まあ、これもね、本編に出てこないじゃん。パイロット版にしか出てこないから、ネオスも。ウルトラマンネオスも。だからね、見てないんだよね。だからそこまでお気に入りでもなかったんだけど。これが、なんだっけ、キングオブモンスだっけ。名前もね、ここら辺の子はあんま覚えてないんだよね。いい感じで走ってます、走ってます。いいね。
よかった。駿河屋の福袋に入ってたレジャーシートが役に立って。2、3個入ってたんだよな、そういえば。そのうちの一つのハーゲンダッツね、外遊び動画撮るときに使おうと思ってたんだけど、最近この同じ場所でプール出して遊んだんだけどね。大きいプール。今度ね、ちっちゃいプール買い直さないと。大きすぎや、あれ。動画的にもあの大きさ必要ないんだよな。あー、乗んない。新幹線にね、今ね、乗せようとしてますね。ナースを。乗るかな？乗らない。これ乗る無理だね。無理そう。普通に乗せた。いいね、走ってる走ってる。ベムラー、このさ、プラレールが走ってる音ってなかなかいいよね。だからこの動画ね、 BGM をかぶせようか悩んでるんだよね。特に街とかも今静かじゃん、この時間っていうか朝早かったから。めっちゃ外も静かだったから、雑音も入ってないことだしと思って、 BGM つけようか今悩んでますね。今このナレーション撮ってる段階で。お、パワードジャミラ、これはね割とお気に入り。動いてるとこも見たことあるし、僕が持ってるウルトラマンパワードの VHS のお話の一つにジャミラの回があって、パワードジャミラソフビとしてもすごいかっこいいなと思ってますね。トイプラでも何回か見かけたことあるけど、パワードモンスターってタッチはね、リサイクルショップだとやっぱね、あんまない。でも、ある。あるときはたまにある。だから探すならメルカリの方が早いんだけどね。僕もね、ジャミラね、1体メルカリで買ってますね。パワードジャミラ、ね、普通のジャミラはこの前買い逃したんですよね。トイプラネットのね、店内動画で映ってるんですけど、手にも取ってるのに買うのを忘れたというね。299円だっけ？結構安かった。208円だっけな。安かったのに買い逃してるんですよ。残念。あ、止まった。あ、動いた。アリブンタに接触してたんだね。起きた。猫がいる。猫が来ました。何やってんのってなんか落としてるけど、何それ動いてるの、何って。でもね、この子ね、今いた猫ね、すごいビビリなんですよ。だからね、あんま近づいてこないですね。こういう新しいものがあると。なんだその音は、つって。動画的にはね、猫もこう一緒に映ってくれるとね、こう再生数アップにね、貢献してもらえるんだけどね。なかなかそううまくはいけないっていうか、まあ、強制的に猫を連れてくることはできるんだけど、まあ、それじゃあ面白くないからね。面白くないっていうか、あんま良くないしね。さあ、こんな感じで並べ終わったのかな。いい感じですね。ああ、いい。朝からこういう気持ちいい遊びするといいけど、ただ朝とはいえ暑くて汗だくになりました。まだちょっと残ってるんだけど ね、疲れちゃうから、今回はこれぐらいにしておきたいと思います。はい、ということで、こういう動画はいかがだったでしょうか。もしね、この動画良かったなと思っていただけた方はね、評価ボタンを押してください。ご視聴ありがとうございました。それではまた。バイバイ。